竜具。それはジスタート王国に伝わる竜より与えられたという神秘の力を秘めた武具。その竜具に選ばれし7人の戦騎たちはたった一人で数千の兵と同等の力を持つという。ジスタート王国を構成する7つの公国の一つ、ライトメリッツ公国があるし、エレオノーラ・ビルターリア、彼女もその戦騎の一人である。こんな闘神で何を堅苦しくやってるんだリム。しかしせっかくだ、もうちょっと気軽にやろうじゃないか。エレオノーラ様がそうおっしゃるのであれば。ほら、エレンでいいぞ。そうは参りません。たとえこの闘神であっても戦機を愛称で呼ぶなんてあってはなりません。まあいい。それではこれから始まる我ら戦機たちの物語。ちょっと待ってくれ。どうしたのだティグル・ブルムド卿。まだ私たちはあなたに出会っていないことになっています。たとえこの世界でも出てきていいものではありません。いや待て、待ってくれ。これって俺が主人公の物語じゃないのか。あ、そうなのか。え、このタイトルをよく見てください。戦機であるエレオノーラ様が主人公だということはまず間違いないでしょう。一方、マダンの王があなたであるという証拠はないです。すなわちあなたが主役かどうかは。それはこのアニメを見てもらえばわかる。わかる。これは一本取られたな。確かに見てみないことにはわからないようだ。エレオノーラ様。ほらほら、そうしてる間に締めの時間だぞリム。ありがとう。何気にするな。私はお前に予感を感じたのだ。運命を共にする予感をな。おほん。古の昔、ある男が女神より必ず命中する弓を授かり、あらゆる敵をその弓で射倒し、ついには王になりおおせたという。いつしか人々はその男をマダンの王と呼んだ。最強の戦記ファンタジー、マダンの王とバナディス、英雄へと至る物語が今幕を開ける。おお、なんか主人公っぽい。ティグル君とバナディッチュ。さてティグル、今日は他の武器の適性を見てみよう。いや、本当に弓しかできないんだ。だからブリューヌでは。お前の弓は素晴らしいものだ。もっと誇りに思っていい。ただ他も試してみようってだけだ。まあたとえ弓だけだったとしても、私がお前を欲しいことに変わりはないぞ。はい、試験を始めます。リム、お前はもうちょっと。エレオノーラ様、彼はただの捕虜です。もっと戦機としての威厳を。わかったわかった。じゃあ早速いろいろと試してみよう。好きな武器を使って私を攻撃していいぞティグル。え、何このアイコン。早く選びなさい。え、じゃあこれを。おお。準備はいいですね。それでは、ラウンド1ファイト。ノリが違う。早く始めなさい。はい。その程度か。ほらほら、好きにしていいぞ。やはりまるで歯が立たない。どうしたどうした、もっと激しくついて構わないぞ。エレンは油断している。よし、やけくそな突進。今だ、必殺ティグルアタック。どうだ。どうだって。え、やっ、ティグル、好きにしていいとは言ったが本当に好きにするとは。違うんだ。殺す。エレオノーラ様、今すぐご命令ください。この男の首をはめろと。待て待て、今のは私の不覚だ。腕試しのつもりで甘く見てたからな。仮にそうだったとしても相手の胸を揉みますか。
そう言われると普通は桃ないな。では遠慮なく。ティグル君とバナディーチュ。私は怒っています。あ、見ればわかります。どうして怒っているのかわかりますか。もういいじゃないか。ちょっと散歩しただけだ。どこの世界に捕虜が戦機と一緒に城をこっそり抜け出して買い食いとかして回る国がありますか。日暮れまでには戻ったぞ。もっと戦機としての自覚を持ってください。まったく。さてティグル・ブルムドキョ。はい。何をしていたのか包み隠さず、かつ簡潔に説明していただけますか。包み隠さず。偽りや隠し事があった場合、極刑、いえ相応の罰を。今極刑って言った。言ってませんが、道義と認識していただいても結構です。そんなおかしなことはしてないぞ。まずだな、ジャガバターを二人で食べた。あれはうまかったな。その後ライ麦酒を飲んだ。やっぱり仕事の後はこれだな。仕事は終わってません。キノコとジャガイモの蒸し焼き、鮭の炒め揚げ、蜂蜜とリンゴのジャムを塗ったパンを食べて。食べ過ぎです。買い食いの域を超えています。いや、これも領民たちの生活を詳しく知るためには必要なことなのだ。口にジャムをつけたままだとあんまり説得力ないぞ。まったくお前は本当に不意打ちが得意だな。何が？そう言ってる。お前の口元にもジャムはついてるぞ。おい。ほらほら、お前だって全くもって全然説得力がないぞ。そんな、でも。随分と仲がよろしいようで。いや、ティグル・ブルムド卿、やはりあなたは今の状況を理解できていないようですね。まあまあ、もういいじゃないか。エレオノーラ様、しかしこれで許してくれ。ほら、土産だ。今日のところはこれくらいで。なんだこれ。ティグル君とバナディーチュ。本当にいいのか。普段はダメだぞ。女性の部屋に男のお前が忍び込むなんて他の者にバレたら大事だ。今はいいのか。特別に許す。お前だってリムの反応が気になっただろ。面白いものが見られるぞ。まあな、いつもと違う感じだったが。リムが来た。腹でも痛いのか。まあ見ていろ。かわいい。エレオノーラ様ったら、まったくティグル・ブルムド卿も捕虜の身分で、まったく許せ。すごく嬉しそうに不満を語っているな。まだまだこれからだぞ。お前の名前は何にしようかな。アレクセイはこの前使ったし、目の色がザクロみたいだからグラナートでいいかにゃ。にゃあ。かわいいやつだろ。かわいいというよりも、ちょっとこの状況に圧倒されている。グラナート、アレクセイの生き別れの弟というのはどうかな。設定まで。兄さん、本当に兄さんなの。グラナート、たとえそうであっても今の我々は敵同士なのだ。寸劇を始めたぞ。リムはクマのぬいぐるみに目がないからな。お前もあいつに睨まれるようなことがあったらぬいぐるみを送るといいぞ。大抵のことは許してもらえる。ん？何か気配が。やばい、気づかれたか。参ったな。よし、ティグル、お前ぬいぐるみの泣き真似をしろ。よし、わかった。って無理だろ。泣き真似以前にツッコミどころ満載だろ。誰かいるのですか。そんなことを言っている場合か。早くやるんだ。ナムさん。お前たち兄弟で争ってはいけない。クマな、みんな
バレた。 100% バレた。まさか。お前、アレクセイとグラナートの実の父親だったのか。そうきたか。これ、切り抜けられてないよね。ティグル君とバナディーチュ。あの、何でしょうか。一つお願いがあるのですが、聞いてもらえないでしょうか。いつもティグル様に厳しい顔をしているこの人が、私にただお願い事を。何ですか。よかったらいただけませんか。何をいただくの。私の命、それともあれ。そのクマさん。いえ、クマのぬいぐるみを。ああ、そっちね。だって今クマさんって言ったような。クマさん、そのこういうのを好きな人がいるのです。お、でもこのぬいぐるみはかなり汚れてますよ。構いません。これは私が1年ほど前に作ったものなんです。そんなに難しいものではないので、もしよかったら明日同じものを作ってお渡ししますよ。いいのですか。はい、ぜひお願いします。エレオノーラ様の従者でこういうのが好きなものがいるのです。へえ。ティグルブルムド卿。リム、ちょっと質問してもいいか。何でしょう。先ほどの会議の補足でしょうか。いや、そのクマのぬいぐるみが好きなエレンの従者ってどんな子なんだ。それはエレオノーラ様の腹心中の腹心で、今更本当は私なのですとは言えない。そのもののために別に私がわざわざしてあげる義理はないのですが、彼女は奥ゆかしい人間なので代わりに私が。なるほど。よし、うまくしのげたはず。ぬいぐるみが大好きだなんて可愛らしい子なんだな。ティッタ、大変だけど明日までに頼めるか。はい、ティグル様。じゃ、そのぬいぐるみが大好きな従者さんによろしくな、リム。ええ、伝えておきます。ティグル君とバナディチュ。リムアリーシャ様。お、あの、以前申し付けられましたぬいぐるみです。ありがとうございます、ティッタ殿。あの、こんなものでよかったんでしょうか。ええ、本当に可愛いぬいぐるみです。そう言っていただけると嬉しいです。従者の方も喜んでくださいますでしょうか。従者？ええ、彼女もきっと喜ぶことでしょう。よかったです。お、二人で何をしてるんだ。はい、エレオノーラ様の従者の方がぬいぐるみが大好きとお聞きしたので、私が新たに作らせていただきました。私の従者？それはまさに目の前にいる女のことだぞ、ティッタ。ダメよ、ダメダメ。ん？それはそうと、リュドミラ様は本当に攻めてくるのでしょうか。おそらくな。でも私が毒蛇に噛まれた時、暗殺者を撃退してくださったのは他ならぬリュドミラ様です。それはそうだが。ちなみに毒蛇に噛まれたお前を助けたのはティグルだったな。え、そうなんですか。エレオノーラ様、噛まれた毒を吸い出すために。そうそう、ちょうどそのぬいぐるみのようにティグルはお前の胸に吸い付いていたな。胸に。そうそう、口でチューっとな。チューって。エレオノーラ様、
ッタ殿、ティグル・ブルムド卿は私のために一心不乱に一心不乱に胸にチュー、一心不乱に胸にチュー。お、三人揃って何の話だ。何なんだよ。ティグル君とバナディーチュ。私を騙したのね。それはそのすまなかった。ところで、あのクマの着ぐるみ、誰のアイディアだったの？リムだな。あれはなかなかよくできていたわね。あ、ありがとうございます。いや、リムにしては可愛さが足りない。ティグル・ブルムド卿、一体何を考えているのですか、ティグル・ブルムド卿。いや、何も。まあいいわけれど、次はないわよ。覚えておきなさい。すまない。でも、あそこで飲んだ紅茶は本当に美味しかったな。当たり前よ、私が入れた紅茶なんだから美味しいに決まってるわ。まったく、戦いの真っ只中だったというのに、そんなところにまで紅茶を持ち歩くとはな。戦うだけで精一杯のあなたとは違うのよ、エレオノーラ。あ、もしかして焼き餅かしら。ほう、どうやらまだやられ足りないらしいな、このちびっこは。本当に礼儀知らずね。私に物を教える前に、しつけのなっていないあなた自身を顧みなさい。お前には言われたくないな。やはりその貧相な胸同様に、中身もまるで成長していないらしい。ほら、エレン。なんだティグル、まさかお前、このちびっこまないた女の肩を持つ気か。貧性の欠片も感じられないあなたに嫌気がさしたんじゃない。この悪。二人とも落ち着いてくれ。それもこれもティグル、お前がこのまな板女に変に優しい顔などするからだ。でもまな板はさすがにひどいだろう。確かに大きくはなかったが、綺麗な形で、色も…あれ？あれ？エレオノーラ。なんだリュドミラ。なぜかしら、ラビアスが言うことを聞かないわ。ああ、珍しく気が合う。私のアリファールも同じくだ。ティグル・ブルムド卿、立場上お伝えしておきます。ああ。今すぐ逃げないと、おそらく命はありません。ちょうどそんな気がしていたところだ。ティグル君とバナディッチ、あなたに聞きたいことがあったの。なんだ？あなたはエレンのことをどう思ってるの？は？シンキングタイムスタート。何これ、はやっ。さあ、答えを次の3択からお選びください。答えは手ほい。はい、答えがおっぱいしかなかったぞ。お嫌いでしょうか。いや、嫌いじゃないが。って違う！エレンは恩人だよ。厚かましい言い方をするなら戦友だ。エレンのことを嫌ってはいないの？あなたを捕虜にしたのよ。俺に兵を貸してくれたのもエレンだ。あなたはエレンを本当に大切に思っているのね。どうしてわかる？わかるんじゃないわ、信じるの。自分が見て聞いたものを。とりあえずはあなたを信じる。エレンをよろしくね。わかった、恩人を、戦友を絶対に守ってみせる。素直でよろしい。そういえば、あの時も素直な反応でしたね。え？あなたがのろけていたティグル・ブルムド卿も見れてよかったわ。ティグルのことでのろけた覚えはないが。ティグルに会ってみてどう思った？かわいい子ね、真面目だし、あと素直ね。いろんなところが素直。いろんなところってどこだ？
でも見た目からは想像できないほど芯はしっかりしているわね。いろんな意味で。いろんな意味ってどういう意味だ？あなたが彼に力を貸す理由も分かった気がする。興味が湧いてきちゃった。やだ。まあいい。だが言っておくぞ、あいつは私のものだからな。やっぱり大好きなのね。契約の話だ。契約上というなら、ちょっと貸してくれてもいいじゃない。もし汚しちゃってもちゃんと洗って返すから。何をだ？いろんなところ。お前ここにいる間はティグルに近づくな。ティグル君とバラディチュ。2万の兵を退けてしまうとは、さすがティグル・ブルムド卿だ。ボルン伯爵だけの功績ではありません。銀の流星群の奮闘の会あってのことです。貴様、この状況下においてティグル・ブルムド卿を試すような真似ばかりしておきながら、なんという言い草だ。私はアルサスではなくテリトワールの人間です。よって私は彼という人間を可能な限り正確に知っておかなくてはならない。信頼するために試すのは当然のことじゃないですか。まあもう十分に試したので、これ以上は結構ですよ。私は最初から言ってただろうが。あなたの意見は彼に傾倒しすぎていて参考になりませんからね。やはりどうあっても貴様とは相入れないようだ。もとより気が合うとは思っていませんよ。本当に嫌味な言い方しかできない男だな、貴様は。そんなだからモテないのだ、私と違ってな。その頭で言われても説得力に欠けますよ。女性にモテるというのならば、せめてボルン伯爵のレベルに達してから言ってください。俺？ティグル・ブルムド卿のレベルだと？そうです。私が個人的に調べた限りではありますが、彼はかなりモテます。そう、それは王の器と言ってよいほどに。王の器？ボルン伯爵のモテっぷりはそのまま彼に発生するイベントに影響を与えます。彼の行く先々で常に出会う男性的に素晴らしいイベント、そう、ラッキースケベイベント。ラッキースケベ？そう、ラッキースケベ。例えば？そうですね、例えば、なんだこれは？これは私が知り得た情報のみ。実際にはもっとすごいラッキースケベが発生しているのかもしれません。正解。これは羨ましい。ええ、心の底から羨ましいです。初めて意見があった。バナディーチュ。エリザベータ、まさか君が直接やってくるとはね。交わした約束は必ず守りますな。約束？アレクサンドラ・アルシャービン殿、こたびの破兵は全て私の占領の致すところ、深くお詫び申し上げます。このように誠心誠意お詫びするために伺っただけですわ。エレンの差し金だね。さてと、そろそろおいとまさせていただきます。長居をしてしまっては体調に差し障るものね。エリザベータ、君は、いや、ありがとう、すまないね。そうだ、最後に一つ聞いてもよろしいかしら？ん？ああ、僕に答えられることであれば何でも聞いてくれ。あのエレオノーラが見初めた、確かティグル・ブルムド・ボルンでしたわね。どんな方なのかご存知かしら？君からその名前が出るとはね。何か興味は持ちます。まあ余計な詮索はやめておこう。エレンから聞いた限りの話にはなるが、ティグル・ブルムド、彼は弓の名手でブリューヌで叶う者はいないレベルらしい。しかも
あのリムも彼のことを認めているようだ。なかなかすごそうですわね。ああ、ただ人柄としてはちょっと頼りないところもあったりして。でも接してみると面白いとも言ってたな。難しいですわね。そうそう、見捨てるのは忍びないとも言ってた。なかなか不思議なお方みたいですね。ああ、僕も直接会ったわけではないから本当のところはわからないけどね。ますます興味が湧いてきましたわ。ひとまず贈り物でもして様子を伺ってみようかしら。君ってやつは。ヘクシ、お風邪ですか？いや、なんかすごい間違った噂話をされている気がする。ティグル君とバナリーチュ。はあ、大きな戦いの後は雑務が多くて大変だわ。リュドミラ様、度重なるご助力改めてお礼申し上げます。別に大したことじゃないわ。見返りを考えれば安いものだしね。それはそうと、ティグルはどこかしら？話しておきたいことがあったんだけど。実は先ほどエレオノーラ様と外に。エレオノーラ！リュドミラ様！まったく、肝心な時にティグルのそばにいなかったくせに、ほんとずうずうしいことこの上ないわね。申し訳ございません。しかしティグルブルムド教の危機に駆けつけることができなかったエレオノーラ様のお気持ちもご理解ください。ふん、それにしたってこんな夜更けに二人きりだなんて。ま、ティグルのことだから心配ないでしょうけど。お二人ともお忙しい身ですから、すぐに戻ってこられるかと。ま、今回ばかりは見逃してあげるとするか。ありがとうございます。何よ、私も戦いの後ティグルと一緒に眠っちゃったし、別に少しくらいいいかななんて。一緒に眠った？リュドミラ様、二人で寝たって何ですか？いや、あの戦いの後疲れてちょっとね。ちょっとって何ですか？一緒に寝るつもりはなかったのよ。ティグルが寄りかかってきたから、それでつい。リムアリーシャ、あなたも何か言ってよ。残念ながら、これはティグルが寝ぼけていたとはいえ、胸まで揉まれたなんてとてもじゃないけど言えないわ。今何か心の声でもっと危ないこと言ってませんでしたか？言ってない、言ってない。というか心の声読まないでよ。ティグル様、ティグルブルムド教、早く帰ってきてください。ティグル君とバナディーチュ。それにしてもいくら試すためとはいえ、男の前で裸になって体を拭いてくれだなんて、危なっかしいにも程があるぞ。その通りです。いかに相手がティグルブルムド教とはいえ、万が一がないとは限りません。そうだぞ、男ってのは結構大変なんだ。あんまり無茶するもんじゃない。そうなのか？茶化さないでくれ。でもティグルブルムド教は。もういいではありませんか。レギン殿もやり方はともかく必死だったんでしょうし。ありがとうございます。ただレギン殿、あなた様は一国の王女です。今後このような軽率な真似はされぬよう。はい。ふふん。だがレギン、確かにティグルは面と向かっては紳士だが、やってることはそうでもないぞ。どさくさに紛れて結構。どさくさ。エレン、私は水浴びの最中に裸を見られたしな。あとユドミラの裸も見たことがあったな。あれは元はといえばエレンの差し金だったじゃないか。差し金でないケースではソフィーヤ様の裸も、そして私には
堂々と自らの裸を見せつけてきたことが。てぇ、リム助けてくれないのか。まさかそういう方なのですか。いや違うんだ、あれはいろいろと不可抗力というかラッキーな神が舞い降りたというか、なんていうかその、まあそういうことも多々あるが、人としては信頼するに値する男だぞ。おい、それ微妙にフォローになってないぞ。私は普通にフォローしたつもりだぞ。レギン安心しろ、ただ少し幸運の神に特別な意味で愛されているだけだ。ティグルだっていきなり胸を揉んだりするわけではない。はい。あれ、でも私は揉まれたな。だあ、あれはやはり誰にでもそういう、まあ不可抗力みたいなものだ。ティグルだって誰かで構わずではないからな。リュドミラとかの胸を揉んだりしていたらそれは問題だが。え、なんだそのまま。あ、いや、え、あれは、あれはということは事実として否定しないのか。よし、エレン落ち着こう。落ち着くことは大事だ。ほら、平常心、平常心。いいや、私はびっくりするほど平常心だぞ。さてティグル、いろいろ聞かなくてはならないことがあるようだな。俺は無実とは言えないかもしれないが、無実だ。へえ。ティグルブルムド卿、こういう時にいつも私の方を見るのはやめていただけませんか。熊のぬいぐるみ、皆さん、ティグル君とバナディッチュティグルブルムのボルン伯爵、本当に興味深いお方ですわね。え、あなたもそう思いません？え、誰と話しているのかですって。当然あなたに決まっているじゃないですか。私の竜具エザンディスが持つ能力は空間移動。あなたの存在を私は当然知ってますし、あなたが日頃何をしているのかまで把握してましてよ。さて、ティグル・ブルムド卿は大事な方を亡くされて落ち込んでいるみたいですね。せっかくだからちょっと覗いてみましょうか。ティグル様。あらあら、大丈夫かしら。以前にお会いした時は寝ぼけていたとはいえ、私の胸をわしづかみするほどのお人でしたのに。それにしてもあんな状態でテナルディエ公爵と戦えるのでしょうか。さて次はエレオノーラを見に行くとしましょう。それにしても腑に落ちません。ああ、あそこまで局所的な落盤だ。誰かが狙った可能性は高い。ティグル・ブルムド卿の状態は。今は私たちにできることをやるだけだ。承知いたしました。もっと落ち込んでいるかと思いましたが、さすがは戦機といったところですね。戦いの準備は着々と整いつつあるようです。この戦局の行方は果たして。ああ、リム・アリーシャを忘れていましたね。彼女の様子も見ておきましょう。ティグル・ブルムド卿は大丈夫でしょうか。心配ではありますが、こういう時こそ私たちがしっかりしなくてはいけません。さすがにしっかりしていますわね。よし、明日に備えて私も英気を養わなくては。よいしょ。何よ。口が聞けなくなった父を救うため魔王の城へ乗り込んだアレクセイとグラナート。なんだか寸劇を始めましたわ。いよいよだね。ああ、グラナート、いよいよここまで来たな。ん、気配がバレた。誰かいるのですか。脱出のタイミングを逃してしまいましたわ。こうなったら。お前たち、よくここまで来たくまらー。な、まあ、バレたわ。 200% バレましたわ。まさか、お前が悪の魔王だったのか。これ、切り抜けられたのでしょうか。
バナリーチュ。準備はできたか？もう少し待ってくれ。いや待てないぞ。ここにはティグルを狙う油断ならんやからがたくさんいるからな。ティグルブルムド教には無意識に人々の心を引きつける何かがあるのかもしれませんね。そうだな、リム。お前もその一人であるようにな。私は別に。ティグル様、レギン殿下がお見送りにいらっしゃいましたよ。え、殿下がわざわざ？また一人。ティグルブルムド教、必ず帰ってきてくださいね。殿下。安心しろ、レギン殿下。3年後、ティグルが戻りたいと願えば、その時は自由だ。まあ、その時に戻りたいと思っているかどうかはわからんがな。ええ。ジスタートは大変良いところですからね。まあ、ジスタートには胸なしちびっこがいたりするので、そこは問題だけどな。残務があるとか言ってたが、この場にあいつがいなくて本当に良かった。あんな胸なしがいたら、この素晴らしい時に水を差す。えい、お待たせしました。今何を？はい、なんでもありません。それにしてもエレン。はい。喧嘩するほど仲がいいとは言うけど、ちょっと時と場所を考えないとダメね。胸なしちびっこに胸なしちびっこと言って何が悪いんだ。はあ、エレン、落ち着いてよく周りを見てごらんなさい。え？ダイ。ダイ。ダイ。ショー。ショー。あー、いや、別に大きいから良いとか、小さいから悪いとか、そういうことではなくてだな。エレオノーラ様、ここは素直に謝られた方が良いかと。すまない。ちなみに、ティグルブルムド教はどちらがお好みなのかしら？そうだぞ、ティグル。本当のところ、お前はどっちが好きなんだ？ティグル様、ティグル様はやっぱり大きい方がいいんですか？ティグルブルムド教、私も知りたいので、ぜひとも教えていただけますでしょうか？早く答えてくださいね。みんな、ちょっと落ち着こう。ほら、せっかくの俺の門出なんだし。ティグルブルムド教、観念してください。ティグルブルムド教、そろそろお時間です。おー、レーリック、いいところに。ティグルブルムド教、何を。まさか最後にこう来るとはな。